反射程で勝つ方法を教えます。はいどうも、こんにちは、リオラです。今回は前回の動画の続きで、実際に短射程武器が使いにくいステージでの試合中の動きについてプレイを見ながら解説していこうと思います。今回のステージはホッケフトなんですけど、その他のステージでもホッケフトの考え方を当てはめていってもらえたらなと思います。前回の動画で短射程で動きづらいステージでの動き方をまとめているので、まあ、そちらを見てからの方が今回の動画わかりやすくなるかなと思うんで、ぜひ概要欄から見てみてください。というわけで早速見ていこうかなと思います。構成がお互い公園2枚で、相手リッターとクーゲルですね。こっちが、ジェッカスとスプラスコプコ、スプスコラボですね。はい。見ていきましょう。まあ相手の方が全体的に射程は長いですね。で、これですね。はい、まず、今回使用しているギアについて紹介していこうと思います。使用しているギアはこんな感じですね。インク回復 1.1、イカ速 1.2、で、サブ効率1です。エント0.3で、スペゲン、スパタン、バックエン0.1ずつですね。なんでこのような構成にしているかは前回の動画です。前回の動画でも説明した通り、メインでの戦いがすごく難しくなるので、サブをうまく使っていくためっていう感じですね。まあ、ただこのギア適当に作ったものなので、別にこれは参考にしなくてもいいです。はい。で、初動ですね。初動は、まあ、やっぱり短射程武器ということで、短射程武器が長射程武器とか、自分より射程が長い武器からキルを取ろうと思ったら、まあ、横とか裏からキルを取るっていうのが定石なんですけど、まあ、このステージは敵の横を取ったりとか、裏を取るのが、まあ、難しいと。敵に見られやすいので、裏取りが。なので、裏取りできない間はこうやってひたすらボムを投げて、圧をかけたりとか、自己死を狙っていくっていう感じですね。そこで痺れを切らした敵が詰めてきたところを倒してあげるっていう立ち回りになってます。では続き見ていきます。これ、ラッキーキル入りましたね。で、こうやってキルが入って前に出れるようになったら、じわじわと前に出ていくって感じですね。で、あのリッターに対して圧をかけたんですけど、これちょっと相手のリッターうまくてやられちゃいましたね。これちょっと甘えましたね。これがやっぱ、短射程武器戦いづらいところですね。長射程相手に何もできないので、復活して。で、メインでいけるところはね、メインでいきます。で、無理なところはサブでね、圧かけていきます。で、味方が1キロを取ってくれたので、これは積極的に前に出ていきますね。ただ、1デスも入っちゃったので、様子見しながらですね。で、イカスフィアで前に出るんですけど、ここは味方が死んでしまったので、ね、上のイカちゃんマーク見たら味方が2人以上死んでるのが分かったので、1人で残っても死んでしまうっていう考えで帰ってますね。で、たらこう、味方がスペシャル入ってて、バケツが前に出てくれてるので、一緒に前に出ていきます。で、様子見しながら、ボムを使ってね、うまいこと前に出ていきます。味方が前に出てるのが見えたので、サイドから展開していって、挟み込む形ですね。僕はよく動画で言う、敵を挟むっていう形を作りに行ってます。で、抑えは潜伏ですね。ここでね、サブを投げてしまう人がいるんですよ、ここで。抑えは潜伏一択でいいと思います。なんでかっていうと、抑えでボムを投げてしまうと、僕はここにいるよって教えてしまうことになるんですよね、相手に。で、想像してほしいんですけど、打開の時に敵の場所が分かっているのと敵の場所が分かっていないのだったら、絶対敵の場所が分かってない方が打開しづらいと思うんですよ。うん。なので、敵に場所はバレないようにしましょう。潜伏キルを取るためですね、これは。で、潜伏して。で、ここはね、もう、敵が行ってしまったので、これ、このネクロを狙ってもよかったんですけど、このリッターに見られてしまう恐れがあったので、ボムを投げてこっちにいるよってアピールをして変異刀をもらいに行ってますね、これは。自分を敵に狙わせることによって、まあ、味方が狙われなくなって味方の生存率を上げるっていう目的です、これは。で、また潜伏して、ただこれ味方が死んでしまったのですが、ここですね。ここで、対面が起きていて、敵が降りてくるのが見えました。で、敵は僕に気づいてないので、これ後ろ取れるんですね。これが裏取りの強さです。敵の後ろを取れる。人数不利であっても、こんな感じに敵の後ろを取ってキルが取れるので、敵の裏とか横に入るっていうのはすごく大事ですね。これ1キルを取って、クーギラも倒していきます。で、これも無理せずにボムを使って圧をかけていきます。で、こうやって僕がキルを取ってる間に味方が復活してきてくれるので、味方が復活してきて、こんな感じに味方が狙われてるのが分かりますよね。こっちを撃ってるってことは味方を狙ってるってことになるので、味方の方を狙ったって分かればカバーしに行きます。こうですね。で、敵の退路をボムで取ります。で、じゃあこのネクロはどうするかっていうと、後ろには下がれないので僕の方に詰めてくるしかなくなります。で、これでまた、ボムと僕で挟み撃ちにすることができるので、一回避難してしまったので下がりながら、メインを当てていくって感じですね。まあ、これは味方が倒してくれました。じゃあもうなんかボムで一人死んでくれましたね。ラッキーでした、あれは。で、リッターの退路もですね、今の、ここも、
リッターが出てくるのが見えました。じゃあこのリッターの退路にボムを投げて面を入れてあげる。そうすることによって、まあ、今回はキル入れなかったんですけど、まあ、キルの確率が上がりますよって感じです。リッターが今回ね、ボムの方じゃなくて、ちゃんと後ろに下がったので、あのリッターは出せしなかったんですけど、ボムの方に下がってくれてたら1キル入ったかなっていう感じですね。で、また抑えは潜伏していきます。もうひたすら潜伏ですね。で、まあ、そしたら味方がキル取ってくれて、まあ、ここ僕バレてないのでずっと潜伏し続けていいかなと思います。で、ただ、この味方が死んじゃうんですけど、これ味方が死んでしまうのは仕方ないですね。僕が潜伏しているってことは、僕以外の味方が狙われてしまうってことになるので、この後僕がキル取らなかったら戦犯です。僕はしっかり潜伏をして、味方をキルしたってことで敵は前に出るんですよ。やっぱりそうですよね、皆さんも。打開の時にキル取ったら前に出てくると思います。その修正というか、それを利用して前に出てきた敵を潜伏して倒していきます。味方が死んだ後、潜伏せずに後ろ下がっちゃったりとか、まあ無駄に前に自分から突っ込んでいく人がいるんですけど、それすごくもったいないですね。今のシーン見てもらったらわかると思うんですけど、味方が死んだ後潜伏していればこのようにキルが取りやすいです。で、敵の後ろを取って、まあ、ここ一回ちょっとね、クラゲル塗りが強くて、雨降らしと合わせて塗られちゃうんですけど、まあ、エリアは取られたものの盤面はこちらがキープしてるので、特に問題はないですね。で、前で出ていこうとしたんですけど、まあ、味方に敵に見られていたので下がりました。で、ここまた潜伏してますね。潜伏して。で、ここバレちゃったんですね、ここ。バレたんですけど、まあ、バレてないかなと思ったらしっかりバレてましたね、これは。はい、甘えました。ダメージ食らってね、しぶきが出ちゃったので、僕の。まあ、それでバレたっていう判断をするべきでしたね。これは僕の良くなかったところです。あれはもうすぐ下がって良かったですね。で、これは、ステルスジャンプをつけてないんですけど、まあ、このブロック遮蔽物があるからいけるだろうと思ったら、まあ、リッターが角度から、見える角度から見ててバレちゃったって感じですね。まあ、ただ復活のタイミングは味方と一緒なので、まあ、特に問題なデスではないかなとは思います。これがね、味方とバラバラのタイミングで復活してしまうとかだったら、すごく良くないんですけど、まあそもそもデスが良くないことなんですけど、まあデスの中でもまだ、マシなデスかなって感じですね。で、味方のスペシャル入ってくれたので、僕もスペシャル溜まったので、それに合わせて前に出ていきます。で、サイドから展開するんですけど、これミサイル入れられちゃいました。で、味方もミサイル入ってるので、これすごく味方としては前に出づらい。で、敵からしたら、このミサイルに合わせて敵を倒したいはずなので、まあこれ敵は前を見ると思うんですよ。だからそこで僕がイカス矢を使って裏に入っていきます。そうすることによってどうなるかっていうと敵のヘイトは少なからず僕に向く、もしくは僕のこの前に出たっていうのを見て味方が前に詰めやすくなるんですよね。これも言ってしまったら挟み撃ちができてるわけです。これによって味方の前線がどんどん上がっていきます。で、敵はもうこれ以上前に出れないですよね。僕の矢があるので。これで挟み撃ちを作って、打開完了って感じですね。はい。今みたいな感じの使い方が僕はよく使いますね、イカス矢は。敵の裏を安全に取れる、ヘイトを安全に取れるって感じで使ってます。まあ、イカス矢がなくてもね、上手い人であれば、ああいう動きできるかなと思います。で、ここも潜伏していますね。で、スニーキングで動いて。で、こっち直撃外しちゃったんですけど、これですね、ボムを使って敵の進行方向を、これだったらね、ボム使わなかったらロングブラストはこっちと、左と右両方に避けれるんですけど、ボムを使うことによってこっちに、右にしか避けれない状況を作ってあげて、まあ、エイムが簡単になるって話ですね。右にだけエイム合わせればいいので。で、こう押さえても、相手は残りリッター一人になるので、まあ、勝ち確かなって感じですね。まあ、全ての行動に、ね、本当に意味があったかなと思います。なんとなくでプレイするってことがなくて、こういう目的があって今この行動をしましたっていうのがすごく僕は大事かなと思います。今回の動画はね、これで終わるんですけど、少しでもいいなと思ったら高評価と、何か質問とかがあったらコメント書いてくれると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さらば。